今日はレシピ本、簡単リゾットの鶏肉祭り、から、よだれ鶏に挑戦だ。よだれ鶏、言いたいことはわかる名前だが、やっぱりすごい料理名だな。よだれ鶏は中国の四川料理で、中国名は広州鶏、直訳でよだれ鶏なわけで、名前は想像するだけでよだれが出てくる料理って意味らしいぜ。日本で言うとママカリとか最近で言うと無限なんとか。って料理を思い浮かべるな。料理名ってセンスが出るから大切だよな。ちなみにおっさんのなんとか式とか改良とかってのは基本的にプロレスの技の名前の付け方を真似てるらしいぜ。いらない情報だな。将来的には垂直落下式ブレインバスターの名前に似せた料理を作ってみたいとのことだ。先にやるべきことがいっぱいあると思います。そしてリゾットさんのレシピの特徴は手を抜きすぎず手間をかけすぎず毎日食べられるレシピが多いからぜひ本を買って挑戦してみてほしいぜ。公開されている動画などでも正しいレシピが確認できるのでそちらも参考にしてください。鶏肉の方は玉ねぎと調味料の中に放り込んで熱を通したら出来上がり、そして最後は要のタレ作りだ。中華といえば熱々の料理をイメージするかもしれないが、こういった感じもタレをお豆腐にかけたりなんかのピリ辛旨味で涼しい料理も結構多いんだぜ。そうなんだ。いつものお弁当箱じゃない。これは子供さんたちが何らかの事情で、さっと処分できるタイプの方がいいって時のだな。なるほどなるほど。おっさんは勝手にピクニック弁当と呼んでるぜ。別に子供さんたちはピクニックに行くわけじゃないが。気を取り直して中身紹介お願いします。右からカットトマト、リゾット式よだれ鶏、カットキウイ、エビグラタン、冷凍。ほうれん草、冷凍、最後に白ご飯。小さくてもおかず6品、彩りリミッツは検出されてるな。感想は娘さんで、鶏肉が美味しかったとのことだぜ。さすが無敵レシピの一角。じゃ、いくぜ、せーの。ビクトリー。今日は林ライス、そうおっさんだけの定番。出張ハヤシライス。あ、別にハヤシライスを家の外に持ってきてくれる、出張サービスをしてくれるわけではありません。出張するのはおっさん。おっさんが出張して作れない翌日のお昼ご飯として、ハヤシライスを用意しているのだ。そしてカレーライスではない理由は、カレーライスはお嫁さんが作る可能性がある。ハヤシライスはほぼ作ることがないから、週間や月間のご飯スケジュールに、被ることがないというのが、理由。そして前回から、お肉と玉ねぎだけでは物足りない、とのお嫁さんの希望に沿って、キノコ類を入れることになりました。入れるのはヒラタケ、道の駅に売っていた形がバラバラな特化品。続いてお肉、こちらも大きさはまちまち。若干クズ肉ではないかと思う牛肉。クズなのか。大丈夫クズと言ってもカットしてしっかり炒めれば、ちゃんと美味しいわよ。まあ、美味しく出来上がるならいいかな。そういえばハヤシライスをおっさんが作る理由は、単純におっさんがハヤシライス好きだからってのがあるんだけど、グーの販売コーナーに行くとハヤシライスは、かなり肩身の狭い思いをしてるわよね。確かにカレーのルーは同じメーカーから色々出てるのにな。やっぱりハヤシライスとかハッシュドビーフって、好きな人が少ないってことでしょうね。ちなみにハヤシライス好きなおっさんは、これを作って出張に行くので、毎回ハヤシライスを食べられません。好きなものが食べられないのは悲しいな。そして最後は翌日のハヤシライスとは別に、作っていた本日のお弁当を紹介。あ、はい、よろしくお願いします。右からブロッコリー、海鮮五目炒め、プチトマト、なんちゃってじゃない大学芋、もやしのナムル、桃缶、最後に白ご飯。感想はどうかな。感想は息子くんで、エビも柿の味がした、でした。味が移ったのかな。おはようございます。みんな大好き薬味の妖精っすよ。トヨちゃんだぜ。最初からトラブルが発生してますが、気にしないでくださいっす。今週も顔面ぐるぐるの厚焼き卵目指して、調理開始。今回の改善点は別々に焼くのは諦めて、卵焼きの原点、がっつり混ぜて、黄身と白身が完全に混ざらないようにする。この作戦で挑みます。ぐるぐるって何が由来なの？来ましたね。台本にない質問。ちょっと待ってくださいね。これかな。江戸時代にエビのことをグルと呼んでいたそうです。それで輪っか状に何度も巻いていくので、それで巻くことをグルグルというようになったとかなんとか。ほうほう。ニコニコからは、おっさん一緒にダイエットしよう。ってコメント来てるよ。
話の流れ無視すか、おっさんは炭水化物を抜くダイエットを実践してると言ってるっす。本当にいい。ちなみに揚げ物は例外、うまい棒は例外など、数々の抜け道のせいで、ダイエット効果は全く出ていないっす。安心しろ、腹は出てるから。コメント紹介したからもう一つ、ブロッコリーの隙間、よく虫がいるから洗ってくれー。これに関しては、おっさんは、次回覚えていたらやります。とかなり信用できない約束を言ってました。おっさん脳トレしたら100歳とか言われそう。ありえるっすね。さて厚焼き卵は例によって断面重視で、表面はある程度諦めてるみたいっすね。そこまで言うからには、断面はさぞかし綺麗なんだろうなー。どうすかねー。頼むぜヤックン。はいはい、右からブロッコリー、脂身が多いと冷えて美味しくないんじゃないかとの指摘に対応して赤身の牛肉、巻くというよりのの字になった厚焼き卵、一六タルト、いちご、上の段、ご飯の上に焼き明太、ひじき、冷凍、最後にイカフリッター、冷凍。最後だぞヤックン頑張れ。感想は息子くんで、明太子がいつもより大きいような気がした、した。あ、明太子の大きさは気のせいではなく、実際にいつもより立派なメーカーのものっす。息子くん侮れないな。あいやー、本日はレモンチキンやチキン南蛮など、派生料理も有名、本家、油淋鶏を、おっさんの想像レシピで作っていきますある。想像レシピって何？想像レシピとは、過去の記憶をもとに、こういう風に作ったような気がする、というおっさんの記憶力と、足りないところはそれこそ想像力で補い、調理を進めていくやり方ですある。ちなみに油淋鶏は最後にネギソースをかけて、いただくものなので、このように下味をしっかりつける必要はありませんある。おっさんの焦土のような前頭葉では、まあこんなもんじゃないかな。それでは記憶力を鍛えるために、雑学を一つご紹介。油淋鶏の、淋というのは、中国語では浴びるという意味です。日本語だと水を注ぐとか滴るという意味として使われ、若干の違いがありますある。さらに日本では病名として有名なので、あまり料理名などには好まれないかもしれませんねある。想像するに日本人に水をかける仕草で教えたら、水を浴びるという意味だけで固定されて伝わったのだと思うな。しかし似てればいい方で、東西は中国ではもの、娘は中国で母、愛人は中国でおっさん、分は匂いとか、全く違う意味さえあるからね。初めて日本語を聞く中国人はびっくりでしょうねある。同じ漢字だから意味は大体同じだろうという。先入観があるだろうから、なおさらだろうね。はい、料理は最後の段階、鶏肉を揚げる作業に移っていますある。揚げ方はお嫁さん式で、油は少なく炒めると揚げるの間ぐらいの感じでやっていますある。いいことあるのかな？詳しい理由はわかりませんが、できるだけ多くの量を一気に作るようにしているように見えますある。当然、鶏肉自体は全部が油に浸かってはないので、ある程度熱が通った気がしたら、裏返しにして、再度熱を通していきますある。それではお弁当の中身を見ていきますある。右からカットサニーレタス、油淋鶏的鶏肉、ゆで卵、カットトマト、上の段、ネギソース、リュウジさんレシピのズッキーニ、シューマイ、冷凍。ご飯の上に、ゆかりさん。はい、ありがとうございました。それでは感想を伺いましょうある。感想は息子くんで、ネギソースが美味しかったそうですある。やるねー。それでは、せーの。ビクトリー。それでは皆様、ここまでのご視聴ありがとうございました。さらにコメントの書き込み、チャンネル登録、マイリスの登録、そしてタグ、宣伝、スレマ、ツイート、商品登録こちらにも、合わせて感謝申し上げます。それでは皆さん、いってらっしゃーい。ある。